私の対象は志を持っている人、そして志を持ちたいと思っている人に対してお話をしたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日魂のノアの箱舟、子孫へのラブレター運動とはというテーマでお話をさせていただきます。井上優子と申します。私の志はですね、自分も人も魂に火をつけ、志に燃えて生きることを通して世の中をいい方向に過激に変えたいというふうに考えております。じゃあ私はですね、魂の奉還って名乗っちゃってですね、で出版ビジネスプロデューサー、そして今子孫へのラブレター運動推進者として活動を開始しております。私はですね、1962年に生まれました。そして2歳の時ですね、両親が離婚したんです。父に引き取られました。そしていとこの家にですね、居候しまして、でおばに育てられたんですね。で3歳上のいとこがありました、長男。そしてある時ですね、おばにですね言われたんですよ。4歳ぐらいの時ですね、僕ゆうとって本名なんですけども、ゆうと、もしもお兄ちゃんが死んだら、実の子供のようにゆうとは可愛がってもらえるとしたら、お兄ちゃん死んだ方がいいと思う？正直に答えて。正直にね、うんって言ったんですね。そうしたらですね、それから1、2年後にですね、あの時、うんって言わなかったら引き取ろうと思ってた、養子として。それを聞いた時ですね、はっていう感じなんですね。何なのって。一体正義とか道徳とか価値観って何なんだろうっていう、それすごい疑問に私思ったんです。皆さんもそう言われたらちょっと困りますよね。で実は17歳である女性と出会いました。そしてその女性とですね、話してたら非常に信頼感が湧いてきて、その時僕はこういうことを言ったんだよという話をしたんですよ。そうしたらですね、彼女はそう言われたらそれはそう言うよね、本当に何のこう大げさなあれもなくね、受け止めてくれたんです。でそしたら、あ、いい人だなってなんかしみじみ僕思ったんですよ。3日間いい人だな、いい人だって自然に自分の中で反芻してるんです。そうしたらだんだんいいなっていう言葉に変わってったんですよ。そして目黒の駅ホーム降りる途中で、自分は人を信じられなかった。でももし彼女がたとえ騙したとしても、この胸の感覚は消えないってことに気がついたんです。そしてホームを見て飛び降りたら死ぬと思っても怖くないんですよ。で物が妙にやけに見えるんですよ。それまで悟った人の本とか読んでてわけわかんなかったんですが、スラスラ入ってくるんです。人生観180度変わりました。もういわゆる本当に自分を信じられるんですね。でそれからですね、精神世界を探求し始めました。そして、大学をですね、卒業後ね、オレゴンとか、インドとか、そしてネパールとかですね、いろんな人と出会ってですね、かなり鍛えられました。そして帰国後ですね、健康関連の、会社に入りまして、代替医療の協会を2つ設立して、このビジネスの世界で精神世界をどう実現していったらいいのか、魂が喜ぶこととビジネスをつなげることによってしか世の中は絶対いい方向に変わらないっていう確信が自分の中でできていったんですね。そして私はですね、心高い志を持っていて、素晴らしい技術を持っている人、素晴らしい人間性を持っている人を世に出したくてたまらないんです。それでこういった本をですね、出版企画を推進したり、また自分自身でも2冊の本を出版させていただきました。そして私はですね、どうしたら人は使命に目覚めるのかと、我々人間が一番ですね持っている病は、いつまでも自分が生きていられること、明日目が覚めることが約束されている人間はこの世に一人もいませんね。でも明日があるさ、死と向き合うことでですね、人間は自分の志に出会えるんですよ。このメッキの会も出口さんが死を宣告されたんですよね。それでメッキの会作ったんですよね。
乗務員さんもがんを告知されて、そしてお金を集めてがんのですね、教会を作られたんです。じゃあどうしたら死と向き合えるのか、私は明日死ぬとしたら何を伝えたいのかっていうことをテーマにした遺言講演会ってものを2010年やりました。なぜか自分に気合入れなかったからです。そして死相へのラブレターっていうツールを発見したんです。それは明日目が覚めないとしたら伝えたいことを子孫に伝える、語る、それを映像として残すっていうアクションです。この場合子孫というのは血縁とは限りません。あなたが未来を託したい人なんです。皆さんに志があるとしたらその志を託したい人が子孫なんですね。そしてこの映像が残ると皆さん考えてください。自分のお父さんお母さんがそういうものを残していたらどれだけ自分の支えになるか、辛い時見ますよね、必ず。これ過保護になりますよね。生きる支えになる、最高の過保護になる。遺書ともエンディングノートとも就活とも違うんです。なぜか彼らのアクションには明日目が覚めないとしたら伝えたいことっていう設定がないんです。これをですね問いかけて語るとですね自分の中の封印が解き放たれるんですよ。自分の中で抑えている思いが出現してしまうんです。これはやった人はみんなわかります。子孫のラブレターをですね結婚して親子間では生きてる間言えないことたくさんありますよね。それが出てきちゃうんですよ。また辛かった過去自体が宝であることに気づいたという方もいます。そしてもうこれをやったら絶対日本良くなるっていうふうにおっしゃっていただいた方もいます。これをやらないと人生が始まりませんっていうふうにもう断言した青年もいるんですね。そしてつい最近10月1日に会った方、初対面で思想のラボでやっていただきました。そしてもう気楽にやった方がいいよって、成功も失敗もないんだから何度やったっていいじゃないですか。何度自分でやってもいいんです。これ重要なことは公開を前提としないと思います。遺書と一緒に置いておくものなんです本来ね。そうじゃないと嘘をつきます、見せ物になってしまいます。だから公開する人はいますけど、それはやって公開してもいいと思えたらすればいいんです。基本的に公開前提としません。だから何度やってもいいし、そしてなんとこの庄司さんの息子さん、その日16歳でやったんですよ。史上初で親子が子孫へのラブレターをやり合うっていう、そして奥さんもやりました。子孫へのラブレターファミリーが10月1日に誕生してしまったんですよ。こういった形でですね、さまざまな形でこの文化が今生まれていってます。離婚した相手にラブレターをやった人がいます。ものすごい変容が起こりました。これはすごいですよ。そして今実は認知症のお母さんと一緒に住んでいる60代の女性がものすごい苦しんでます。そしてお母さんやろうとしてるんです。これはあらゆる苦境に立っている人に対する天国への階段を皆さんが自分が勇気を振るうことによって提供できるんです。そしてこれは先祖の思いを受信するアンテナが役に立つんです。子孫ならばではやることで発信すると愛を受信できるんです。ですから先祖への本当の感謝が湧いてくるんです。私自身もやりました。妻にやったんですよ。ものすごく怖かったです。ものすごく怖かった。やりたくない、すぐやりました。カラオケボックスに飛び込んで iPhone で撮ったんです。そうしたらですね、私はね出てきたんですよ。君が僕のこと、私のこともっと大切にしてって思ってる思いを受け止めないで、向き合わないで、君に不誠実だった、ごめんなさいって謝ったんです。別人に変わりました。自分が愛が深まりました。そして今結婚者は74人、子孫のラブレター協会私は設立しまして、2015年1万人、2024人には4年には100万人を目指します。これが魂のノアの箱舟になるんです。これを結婚した人たちの子孫が地球を救うでしょう。地球が魂で輝く星になるかどうか、それはあなたの勇気にかかってます。私の友好はこの子孫へのラブレター運動を通して地球が魂の輝く星となるためにこの人生を捧げます。2015年
1万人の住まいのラブレター結婚者を生み出します。明日講演会があります。池袋、もしできたらぜひご参加ください。心の出しのうち、このプレゼンに響いた魂たち、皆さん、あなたとの出会いは運命です。地球の命運はあなたにかかってるんです。よろしくお願いします。